はいはい。はいはい。まず第一に、実は政府から詳細かつ正確な正式な情報といいますかをまだ我々受けておりません。マスコミの皆さんの方が先行をしておりまして、正式なあれを受けておりませんのでコメントがまだきちっとしにくいんですが、ただ、こうそういう今マスコミの皆様の報道を踏まえて、そういう事態だとすればですね、PAC-3 の配備というのは優れて防衛技術上の問題で、これは政府の判断を何て言うの排除する理由は一つもないと思いますので、これはもう少し詳しく聞かないと正確なコメントがしにくいんですが、排除する理由はない、なかろうというふうに考えております。そしてまた第二は、もしこういうことであるとすれば、県民の生命財産を守る知事としてどういう対応があるかという点については、今の政府の防衛上の対応というのをよく聞いて、ここを、否定しないというのを今考えているわけでして、あと今のご質問の中で県として何かの対応があるかという点については、今のところ特段の検討はいたしておりません。ちょっと正確にですね、情報と内容を聞いて対応したいというふうに考えております。今考えておりません。ただ少し正確にですね、伺わないと12日から16日にかけてどうのという話だけで、防衛省からのあれを聞いてないもんですからね、ちょっと対応の仕方がですね、ちょっと取りにくいっていうかいう面があります。ですが無論我々もスタンバイの状態で、必要な何は必要なタイミングに合わせて、無論取りたいと思っているんですが、今現在は考えておりません。説明を待ってからというふうに思っております。感謝いらんさんとか総務さんとか、あ、いいです、朝日新聞のやつと申します。はいはい。一点確認なんですが、はいはい、今朝の閣議後の会見で田中防衛大臣の方は、はいはい、パクスリーとイージス艦の配備についてすで、ええ、に自治体と調整を図っていると発言されたようです。詳細な情報はまだ受けていませんということでしたが、確認ですが情報を受けていないというと、ちょっと待ってくださいね、ここに皇室長がいる、ここ出てないね、まだ。例えば逮捕に対して、そういう通報に対するはいただいてますけれども、防衛省としては、手出しから放送とか、配備放送といった詳細な伝達はまだ受けております。もう一つだけ、知事、兼金で、沖縄県民、その自衛隊に対する、思いがあるというふうにおっしゃってますよね。感染などの気候的におっしゃったと思うんですが、はい、その何についてですか。
無論です。これはお国の方はよくこのもう話をしたとかよくそういう言葉を使うんですがね、きちっと受けてない場合が多いんです。ですから正式な話を我々もらったのか、単なると言っちゃ変ですが、この何て言いますかね、ふわっとした話をして一応やったことにされているのか、よく行き違いがありますが、今回の場合はもうまだきちっとですね、正確な内容を受けていない、マスコミの皆さんの方が非常に早くて、皆さんの報道を通じて我々もある程度理解はしております。ただこの PAC-3 にしろ自衛隊の配備にしろ、ここはですね、防衛技術上のもう優れて防衛省のお仕事だと私は思っておりますから、これはきちっと、防衛の具体的な内容については防衛省できちっと責任を持ってこれは考えて、配備なら配備はすべきだというふうに私は思っております。ただしその時も必ず地域住民の理解と協力を得る努力はしっかりとやっていただきたいという言い方をさせていただいています。これも PAC-3 についても変わりありません。はい、どうもありがとう。どうぞ、宮城さん。はいはい。あ、はい。山田大臣の沖縄訪問についてなんですが、山田大臣、今日にも沖縄訪問をしてまして、そうですよね。明日、正式な会談、7時と午前中予定されているということなんですが、今日を山田大臣が選んだ場合ですね、会談、7時と会談する予定があるのかどうかという点と、山田大臣と会談して、どのようなテーマで、どのようなお話をされる予定なのか、今日お見えになる、そして明日公式のといいますか会合という形になっていると思いますが、ただまあ久しぶりにお見えですから、可能であれば、今日でもお会いできればお会いして、一体この日米協議どんなふうに進んでいるのか、していないのか、これもまたマスコミの皆さんの報道がいろいろあるもんですからね、そういう点について県議会でもいろいろ質疑を、質問を受けたりしたんですが、きちっと聞いておりませんという話なので、一体どんなふうに進んでいるのかいないのか、できる限り確認はしたいと思いますが、ただきちっと会えるかどうかまだ今の段階では正式な話は聞いておりません。そして、今の PAC-3 についても北朝鮮の、弾道ミサイルなのか人工衛星の打ち上げなのかよく分かりませんが、これも皆さんの報道でもって私かなり理解はしておりますが、正式な話はないものですが、この辺りも含めてですね、確認といいますか、お話を聞いてみたいなとは思っております。はいはい、この2法につきましては今の政府民主党というのは民主党さんも現政府もよく取り組んでいただいたと私は高く評価いたしておりますし、また野党といいますか野党の自由民主党公明党さんもですね、かなり前からこの内容について独自のご意見も持ちながらギリギリのとこまで、調整をされ、たということも深く感謝したいと思います。そして仕上がりが非常にいい形になったのではないかと、この沖進法も軍典法、新軍典法もですね、我々が予想していた以上に立派なものを作っていただいたと考えております。あとはもう年度内にですね、きちっと通していただきたいと思いますが、基本的には
この40年間、この4回、今回5回目になるんでしょうか、全会一致で、国会は通して、いただいておりますので、民主党さん以外の政党、自民、公明さんは無論ですが、あといろんな政党会派には、すべて我々、お願いに前から参っておりまして、この形で通して、いただければ、全政党会派に心からお礼を申し上げたいと思うんですが、なんせこの28日の予定でしたかね、通過したら、早々に東京に挨拶に回りたいと考えているところです。はいはい、病院私もこの委員会の報告を受け取っているんですが、この病院の定数といいますか、定員といいますか、ここら辺については、この今、病院事業局を中心に、県立病院の再建というか、末永く健全な経営ができるようにというので、ここ3年ずっと検討をやってきたわけですよね。それは県としてもお金の面でも80数億円3年間投入をしですね、抱えていた累積の赤字といいますか、この負担というのもなくし、末永く離島医療から含むいろんな難しい医療もやっていけるような状態を作ろうということでやってるんであって、そういう中で看護師、病院、お医者さんも含め病院関係者の、定員をの歯止めっていうのをちょっと今緩めてあるんですが、ただここは我々の病院事業局を中心とした歯の中身を尊重していただかないと、政党会派でもってですね、定員の話をいちいちこの修正をするというのには私は基本的に賛成しかねます。ですからこれは逆に将来の禍根を残しかねない、長きにわたって県立病院というのは各県でも随分苦労している、やっぱり、県が多い中で沖縄県も結構一生懸命やっている方だと私は思っていますし、きちっとお医者様も含め、県民のためにやっていけるようなということで、県も病院事業局も当然それから各病院もやってきてるんでですね、それを今の段階でですよ、しかも今度111人増やそうとしてるんですよ。これで足りないからというような理由でもって、議会でですね、各会派のご意見でもって変えるというのはいかがなものかと私は思っております。ですからもしそういうことであれば、これきちっとあともう一回時間かけてやり直さないと、
その数の多数決でもってやるということには私はとても理解ができない感も持っておりますので、ただ最終的にどうするかはですね、ちょっと関係者とよく相談をして、決めたいと思っております。まだですね、最終的におっしゃった歳費の話とかどうするのかも含めて、今日明日には今日は金曜日ですが、なるべく早い時期に与党も含めて相談をして決めたいと考えております。ただこういう経営問題というのはですね、ちょっときちきちっと詰めてやるべき問題であって、この県議会の中で、ギリギリのところで、しかも我々も増員、この111人という増員も含めて出してあるものをですね、修正するっていうのには相当のやっぱり内容の議論を経たものでないと本当はいかがなものかと私は思っております。今の段階で その程度しか申し上げられませんが、最終的にどうするかちょっとこの一両日考えたいと思っております。はい、ありがとうございました。